先月16日牧之原市の住宅で40代の母親が中学1年生で13歳の娘に首など複数箇所を刺され死亡しました捜査関係者によりますと警察は娘が母親を殺害したと認定近く事件を児童相談所に送致する方針を固めたということです娘はスマホをめぐって、 母とトラブルがあったという趣旨の話をしているほか、自宅からは血のついた包丁が見つかっていて、警察は同居する家族に話を聞くなどして調査していました。娘は14歳未満のため、刑法の規定で刑事責任を問われない職法少年にあたり、掃除後は児童相談所が家庭裁判所での審判が必要かどうかなどについて検討することになります。